肩こりと五十肩についてご説明いたします。肩が非常に張ってしょうがない、背中が痛い、肩が上がらない、そういった方というのは非常に多いですね。当センターでも非常にそういった方が多く来院しています。原因はいろいろな問題があります。私たちが治療をしている中で非常に感じるのは姿勢が悪いということが感じられます。最近は、パソコンを使ったりとか、座り仕事が多くなってきて非常に皆さん姿勢が悪くなっていることが多いですね。そういった方というのは腰とか、下じゃなくて上体に非常に力が入ってきます。また目を酷使することによって非常に肩に力が入り肩こりを誘発しやすい状態というのができます。当センターではそういった方の状態を内容を分析して何が負担がかかっているかそういったものを分析することで治療に当たっています。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。